倉敷千堀公園。倉敷千堀公園は、かつて、岡山県倉敷市小吹町、JR 倉敷駅北口前に所在した公園、都市型テーマパーク。1997年、平成9年、旧倉敷宝石、クラボを倉敷工場跡地に開園。デンマークのコペンハーゲンにある、世界最古のテーマパークで、数々の童話を世に送り出した、 ハンス・クリスチャン・アンデセンが頻繁に訪れたことでも知られるチボリ公園をモデルとしており、園内にはデンマークやアンデルセンをイメージしたアトラクションや庭園、ショップ、レストラン、劇場などが点在していた。敷地面積は約12ヘクタール。2008年、平成20年11月の時点では、園内には20のアトラクション、13の土産物店、14のレストランがあった。 運営は岡山県などが出資する第3セクターのチボリジャパン株式会社が行っていた。経営難のため2008年12月31日の営業終了、正確には2009年平成21年1月1日の午前1時をもってそのし11年の歴史に幕を下ろした。シンボルは中央のプレーネン広場に接したチボリタワーと観覧車。 チボリバルーン。また、アンデルセンホールや、カルケバルン劇場などのホールがあり、アンデルセンホール前に、チボリコと称する池が存在していた。アトラクションとしては、ロイヤルコペンハーゲンのティーカップをイメージした、ロイヤルティーカップ、北欧神話の主神オーディンから名付けられた、ジェットコースター、オーディンエクスプレスなどがあった。開園当時は、企業の講演を得たレストランも、複数存在したが、 利用者の低下に伴い末期には、わずかとなっていた。なお、自前の駐車場はなく、車での来園者は、北側隣接地の、倉敷駅北駐車場、岡山県開発公社所有、運営、または、周辺の民間時間貸し駐車場を利していた。岡山市が、市政施行100周年、1989年、平成元年の目玉事業として1986年、 昭和61年、岡山市北長瀬、北長瀬表町、野田にまたがる日本国有鉄道、国鉄岡山総車場、当時休止中、現、岡山貨物ターミナル駅用地に、チボリ公園を誘致する構想を発表した。1990年、平成2年2月には、岡山県と岡山市が出資する、第三セクター、チボリジャパン社が設立され、同年8月には、 岡山総車場及び日本貨物鉄道 JR 貨物西岡山駅、現岡山貨物ターミナル駅旧駅跡地の日本国有鉄道生産事業団用地面積15.4ヘクタール、現岡山総車場跡地公園を特殊公園の岡山千堀公園とし、その東側を駐車場用地とするとし計画決定が行われた。しかし同じ月に 千ぼジャパン社のずさんな経営とローカライズ、付近住民への配慮を含むを完全に視野から外していた、いわば、千ぼ公園の運営マニュアルをそのまま持ってくれば、何となるだろうという認識に基づく看板な運営プランが発覚し、地元から公園誘致に対する反対の声が強まったため、推進派だった岡山市長の松本はじめは1991年、 平成3年1月に辞職し市長選に再出したが、松本は、地堀計画見直しを掲げる対立候補のあたか、圭介に敗れ、新市長のあたかは当選後、計画からの撤退を決めた。一方、松本と同じく推進派であった岡山県知事の長野志郎は、岡山市の計画大表明後、倉敷駅北川の倉棒倉敷工場、旧万寿工場、 面積十二点零ヘクタールが閉鎖されることが明らかになったのを受け、九百九十一年九月、倉敷市長の渡辺幸雄に対して、千り公園の受け入れを受けした。土地所有者の倉坊は九百九十三年、平成五年六月、倉敷工場跡地への千り受け入れを決め、九月には倉敷市議会も千り誘致を決定したものの、事業そのものについては、倉敷市が、 建設費用助成とて100億円を負担するにとどまり、共に公園事業への直接参加には至らなかった。さらに1994年、平成6年4月には計画の中核企業だった阪急電鉄が撤退したため、千堀公園は岡山県の単独事業となった。1995年、平成7年5月に岡山県は、 クラボーと工場跡地の賃貸借契約を締結して、チボリジャパン社に転退。公園施設の工事は、同年9月に始まり、2年後の1997年7月18日に開園した。中1997年度は7月から3月までの9ヶ月間の、2008年度は4月から12月末までの9ヶ月間の入場者数。 開園直後のお盆期間には東京ディズニーランドに次いで多い入場者数を記録し開園後の数年間は200万人台を保っていたものの年々利用者数は減少した2001年平成13年4月には経営の立て直しを期待して民間から起用された高谷茂雄が社長に就任し業務の見直しによる経費の大幅な圧縮削減や より庶民的なイベント企画などが取り組まれた結果、入園者の激減には、歯止めがかかり、年間110万人前後で横ばいとなった。しかし、2005年、平成17年9月に、高谷が退任、10月に、岡山市長に選する前後から、状況は再び安定し、同年度からは100万人以下に割り込む状況となった。この状態を立て直すために、年、 平成19年4月に入場料金などの料金改定を行うなどの再建計画を行ってきたが、同月に、チボリジャパン社は、デンマークのチボリインターナショナル社の運営契約の更新を断念した。これにより、チボリの名称は2009年1月1日をもって使用できなくなることとなった。岡山県は、その後、2009年以降は、 県民内主倉敷市民の公園として活用する方向で検討し、チボリジャパン社長の坂口正之は公園面積を3分の1に縮小し、残りの土地を三井不動産開発主導でアウトとモールを誘致する考えを示した。また、5月にはチボリジャパン副会長の井原木和恵、天間屋会長が取締役会の席でデンマークのチボリ社と再契約の上で、 完全民営化する提案を出すなど、様々な提案がなされた。しかし、こういった計画はどれも、具体的なものにはならず、2008年5月に、新倉式市長となった伊藤香織も、具体案は打ち出さず、むしろ撤退を推進した。2008年8月6日、チボリジャパン社取締役会において、坂口社長が前述した自らの提案は、県や、 市の支援を得られず実現できないと表明。同年12月31日付での事業廃止並びに同社解散を全会一致で可決した。これにより同日のカウントダウンをもって閉園することが決まり、同年8月26日の株主総会で87%の賛成、反対12%、危険1%を得て正式に決定した。 最終年度となった2008年度は、閉園間際の駆け込み需要のため、開業以来、初めて、黒字となった。2009年1月に生産会社に移行した、チボリジャパン社は、同年8月26日に生産が終了した。岡山県が、クラブから沈着していた、公園用地は、遊具などの施設の解体が進められ、2010年、平成22年2月に、 県から所有者のクラブに返還された。クラブは返還後の用地の再開発について、伊藤洋華堂を事業主体に選んだ。倉敷市は跡地の再開発を行い、2011年、平成23年11月23日、倉敷未来公園がオープンした。同公園が倉敷千堀公園の住居表示を引き継いでいる。伊藤洋華堂は、 三井不動産と共同で再開発にあたり、伊藤洋華堂のアリオ倉敷が2011年11月24日、三井不動産の三井アウトレットパーク倉敷が同年12月1日にオープンした。なお、閉園後もアンデルセン広場が残っており、その中心にあるカラクリ時計が今でも稼働している。開園後2000年平成12年より、 当園で開催されていた倉敷市成人式も2008年12月の閉園により中止2009年成人式はマスカットスタジアムで開催されることが決定した。市は1999年成人式まで行われていた倉敷、玉島、小島地区の3地区分散開催をも検討していたが2000年以降実施していた千堀公園での一括の 成人式の参加率が軒並み7割を超えるものだったとから一箇所での式開催に踏み切ったものとされる。当園近くの山陽丸中の店舗は、ち堀店と名乗っている。閉園後も変更されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。